ママは私のことジョジョって呼んでんのよ、赤ちゃんの時から。ロッチーもそう呼んで。よし、ムクちゃん、ラメよ、救急車を。ジョリー、僕が逮捕されたら二人の将来は終わるんだよ。ジョリー、手伝って、ジョリー。ジョリン、検察は君が酒を飲んで車を盗み事故を起こしたと思っている。検察側は君が全ての罪を認めれば飲酒については目をつぶるそうだ。取引は裁判が始まるまでに決断しないといけない。しかしながら、まだ息のある被害者を沼地に捨て。何？ちょっと待って、15年何を今の。もう安心していい、刑は確定したよ。ラビア15年、これからお前にはお前のようなゴミを生んだ親からもらった名前の他に身につけてる所持品を全てこのトレイに出し、そしてストリップ始め。彼女、依頼人のことを考えればこんな暑さくらい。あの若さで15年と。彼にも伝えて、快適でも汗はかき続ける。やはりあの場所と自分の車では空気が違う。これ本当面白い。私がこのグリーンドルフィンストリート刑務所所長のロッコバロッコです。皆さんは自由に所定の敷地内を歩いたり運動したりできます。まず手首にある囚人番号の入ったリストバンドを取ることは許されません。じゃあそういうことで。よーし、全員左向け。左206号官房、ここがお前の場所だ。名前はジョリン。私はグエス。食べる？ありがとう。別に争う気はないわ。荷物が上に置いてあるから勘違いしたのよ。すごい綺麗だからさ。いいから見せろって。なんだと？口に気をつけろ、この山猿。消灯。何よ。他には入ってなかった？石とか。何も。それはそうと、すぐに朝食よ。ちょっと、ソールドアウトって何よ。私まだ食べてないわよ。見ての通り。まさか変なこと言うのね。あ、そうだ、洗面台の下水こぼしちゃったのよ。飛んでみなよ、あんたならできる。私はあんたのこと大好きだし。おはよう。違うでしょ、ピーちゃん。どうした、やんなさいよ。もうダメだな、お前とはよ。これ小さいけど。グエス、あいつ、な、何これは。ジョリン、ジョリン、ジョリン、ジョリン。切ろ。内臓はすでに取ってあるよ。インコは欠点があった。一滴まちゅーとかお腹ちゅいたーとかさんね、オッケー。何にでも名前はある。言葉は初めに神様と共にあり。何ずる賢くごまかそうとしてんだ。おい、信頼を裏切るの。この連絡通路のずっと先にコントロール室がある。そこにあるスイッチでこの刑務所の中言葉を使えって言っただろ。中だよ、中。頭をかぶる。名前と受刑番号を言え。 FE180811。 なんだ、狭いぞ。急にグエスが離れたから能力には距離が関係あるの？だからコーヒーの沸いた音だってばよ。悪い。うわっ、うじゃあ。グエスのエネルギーの形、グーグードーレス。しかも完璧、殺そうとしている。